セイラのアクアステイアクア先輩ハッピーバースデーアクア先輩ハッピーバースデーディアアクア先輩イエーハッピーバースデーアクタえ5周年おめでとうありがとう。あ、え、あ、え、あ、え、え、あ、え、あ、この間はペコーラ24時ありがとうございました。ペコ、あ、ありがとうございました。あ、え、あの、あの、おはぎ、おはぎですか？うん、おはぎいらねだから、ちょ、なんかみんなプレゼントしてるみたいペコだったから、あ、はいはいはい、ペコーラもあの、ちょっとあの、プレゼント今、ディスコに貼っていいですか？え、マジか。うん、最近食べてすごいおすすめのもの、アクア先輩。食べて、食べておすすめのものあの、食べ物ももうお腹いっぱいではあるんですけども、うん、食べてもっと大きくなりなさいと。ちょっとこれをちょっと今貼りますね。ちょっとおにぎりを。え、よいしょ。なんかおはぎ冷めちゃうなおはぎトマト冷めてても美味しいだろ。コミュニケーションの取り方ねえペコなのか。はい、どうぞ。これこれぜひ食べてください。でも巨大なとてつもなく美味しいホタテでございます先輩。え、ペコーラじゃないの？何言ってんの？ホタテ、巨大ホタテ、これ本当に美味しいからぜひ食べて。え、海鮮大丈夫？ほら、ぶっちゃけて言うと苦手です。嘘、貝苦手です。貝苦手なやつとか、おう、ちょっと待って、人生損してるよ半分。え、待って、いや貝はさ、貝はとっても嬉しいけど、ペコーラは何が？え？あ、貝か、あ、貝か、貝貝。え、赤い先輩だってお寿司好きでしょ。ホタテの寿司は好きじゃないの？ホタテの寿司は貝は、あまり食べない。人生損してる 50% もマジで。いや、この貝は本当にうまいから、多分そのちょっと変わると思う。生臭さもなんもないし、なにこれ、おはぎみたいって思うぐらいになると思うべこよ、赤先輩が。でも一体これはいずこの貝なんですか？これなんと幻のホタテといって、もう直径15センチ以上、いや、ほんとこれ取り寄せんのに3、4ヶ月以上待ちましたっていうぐらいのレア物のホタテなわけよ、これ。なるほど、なるほど。もうペコラの腹の中でもあげれないんだけど、お前いつか食べてみてくださいっていうことで。 ありがとうございます、ホタテいただきました。 ありがとうございます。あんま嬉しそうじゃねえの、あれ、なんか、あれ、喜んでもらえるかなと思ったんですよ。あ、いや、嬉しいよ、嬉しい。ホタテ、そうですよね、嬉しいです。あ、よかったよかった。なんかちょっと喜んでないのかなって不安に今。もちろんもちろん喜んでない。 まさかね、プレゼントで喜ばないわけ。いや、絶対喜んでないやつや。いや、でなわけでご出演おめでとうございます。 ありがとうございます。あ、よろしくお願いいたします、甲賀とも。あ、甲賀ともよろしくお願いします。 あの、多分まだまだいると思いますので、お先失礼いたします。 ありがとうございました。では、失礼いたします。あ、失礼いたします。最後の訛り、何てか、この脈絡のないホタテは何？何このホタテは。ホタテ冷めちゃうよ。てか冷めちゃうよしかネタないんだけどね、それしかネタない。ペコラちゃんが好きだから食べてたから。いや違う違う、もっともっとあるだろう、もっとさ、もっとあるだろうさ、コーラとかさ出てたじゃん。え、違うの？ペコラちゃんに関してはちょっとなんかあれだよな、まさか来てくれると思ってなかったからさ、びっくり。びっくりなんだけど。全然びっくり。いや、ありがとうございます。ペコラちゃん一番気になってた。え、なんかさ、だってさ、ここで食品持ってくるって、昨日とかに出たばっかのやつかなって思うじゃん。ホタテなんだもん。意味わからんし。ホタテなんだもん、だって。めっちゃホタテ押してくる人やったもん。ただ、好きだったっていう。びっくりしちゃってさ、頭が真っ白になっちゃったよ。コーラか、コーラのネタ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 って考えてたんだけどさ、
びっくりしちゃったよ。